てっちゃんだ。いや、いいな。たべし学園みんなごきげんよう。たべし学園院長のひろくんと、ハロー1年3組くれちゃんだよ。はい、今日はゴールデンウィークに行われたプラレール博 in 東京の様子をスタッフさんが映像で撮ってきてくれたので、それをぜひ見ていきたいと思います。見たい。会場幕張メッセだったんだね。そう。やっぱ人気のイベントだから、それぐらい広いとこでやってんだね。うん、入場料いくらだったの？大人が1000円で、子供が800円。そして2歳以下が無料。わ、子供に優しい。優しいね。さすがだね。うん。そして前売り券は、100円ずつ安かったみたいだよ。あ、そうなんだ。うん、これを見て。何これ。これはね、有料入場者がもらえる入場記念品なんです。すごい、うん、もう今クレちゃんが見てるのが、うん、E7 系新幹線輝きの中間車なの。なるほど、うん、これです。プラレール博で書いてある。書いてある。で、もう一つがプラレールトーマスのクリアブルーバージョン兄です。すごいよね、クリアだよね。確かにクリアブルちょっと珍しいんだな、ね、いいじゃんいいじゃん。ねえ、かわいい。欲しい。ねえ、2001年から始まったプラレール博 in 東京は今回で17回目なんだって。電車おもちゃプラレールの最大のイベントなんだって。すごいね。今年のテーマは遊びミュージアムなので、楽しみながらプラレールの歴史を学べちゃうんだって。遊びのミュージアムも大好き。そうなんだ。うわ、すごい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 、すごくない？プラレールの箱の大きいやつが並んでる。ほんとだ。トーマスのお店。あ、こっちはトーマスだね。これが入り口なんだね。わー、すごい。あ、ピッてするとこあるよ。あ、ほんとだ。これゲートでしょ。これピッてなるやつ。そう、自動改札なんだけど、ボタンを押すとピヨピヨってなるんだよ。あ、すごい、なった。なったよね。すごいよね、スタンプラリー。ちょっといろんなところにスタンプがあって、うん、回ると集まるんだね。あ、そうなんだね。楽しいね、すごく。あ、ほんとだ。もう、押してあるね。ね、あ、輝きだ。面白いね。うん、プラレールのレール。そうそう、プラレールって電車のおもちゃの代名詞ぐらい有名だよね。うん、それもそのはず、1959年に発売してからもう58年になるんだって。58年。親子3代で共通の話題になってるおもちゃなんだよね。そうなんだ、58年前って、うん、長い。クレちゃんのママも生まれてない。ヒロ君のお母さんは生まれてる。ここは何でも鑑定団に出品された貴重な、ね、コレクションなんだよ。今走ってるのもそうなのかな。そう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 。なんかね、ヒロ君ね、昔見たことあるのがあるんだよね。線路とかガタンって走る君見てて。それ踏み切りのヒロ君。すごい。なんかさ、箱もね、みんな子供たちがなんか、確かになんか年代を感じる。ね、感じるね。やったな、ヒロ君も。あ、着台だ。うん、プラレールの曲線レールの角度は当時の一般家庭のテーブル着台のサイズに合わせて決めたんだって。そうなんだ、うん、あ、じゃあこの曲線でできる丸がちょうど着台の一回り小さいサイズってことだ、うん、だったみたいだね。知らなかった。ヒロ君知らなかった。豆知識。ここはプラレールにいろんな種類のレールがあって、どうやれば上手につなげるか体験できるコーナー。これはときめく。これさ、昔よくやったの、うん、友達の家で。そうね、うん、どれだけ広い空間を使って、うん、街を作れるかみたいなのをやるんだけど、うん、なかなかね、うまく部屋に収まらなかったり、うん、あ、ここで曲がれないっていうところでなんかつまずいたりして、うん、結構ね、考えるのは楽しい遊びなのよ。やったね、うん、懐かしい、うん、クレちゃんもやってたんだね。やってたよ。なんか幼馴染とかさ、うん、男の子の兄弟がいるお家絶対あったから。あったよね。クレちゃん混ざって遊んでた。鉄橋とかすごい楽しかった。楽しかった。すごい楽しかったよね、うん、鉄橋あるお家はね、結構限られてたからね。ちょっとお金持ち。
ブロック橋桁とレールを高く積み上げたタワーみたいだね。すごいねこれ。あ、ぐるぐる回ってる。これどうなってるの？ちょっと早送りしてみようか。中に誰かいるよ。誰？見えるかな。あ、あ、あ、てっちゃんだ。プラレールのマスコットキャラクターてっちゃんだよ。へえ、かわいい、うん、ここはね、本物みたいな大きな新幹線オブジェと一緒に写真を撮ったり、マスコンっていうプラレールを遠距離操作できるコントローラーの体験もできる。すごい、すごいよね。あ、やってるね、左の方で。面白いね。なんか電車の運転手になった感じになるね。うん、操縦席みたいな、かっこいいね。やってみたい。大きなジオラマだね。プラレール博の見どころの一つだね。いろんな車両が縦横無尽に走行してるよ。ずっと見てても飽きないよね。確かに。うわ、 SL がある。本当だ、すごい。うわ、すごいかっこいい、SL 走ってる。うわ、すごい、ぐるぐる回ってるね。いや、いいな。モノレールとかあるんだね。本当だ、初めて知ったんですよ。本当だ、だってレールもモノレールじゃない、ね、そうそうそう、いいね、いいね。知らなかったね。知らなかった。いいね、こんだけ一度にいろんなさ電車が見られることもなかなかない。ないね。わ、すごいすごい、もうぐる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 回って。いいね、なんか丸い中はさ、うん、ぐるぐる回ってるのが楽しいね。方向が違う人がさ、うん、東京駅とかね、うん、なんかね、一回住みたかったことがある、うん、いろんな電車が通るの。え、じゃあ住みなよ。いや、高いでしょ。あ、トーマス、はい、トーマス。あ、こっちは機関車トーマスの世界観を表現したジオラマだね。わー、え、真ん中トーマス色じゃん、すごいね。すごい、え、すごい、面白 い、 い、あれだよ、あれだよ、アニメのさ、うん、喋るところ、ね、みんながそう会える場所、今日は何するみたいなね。そう、全然俺は今日も走っていくよって ね、 ね、 ね、もういいね、うん、ワクワクが止まらない。あ、すごい、今トーマスかな、なんか見た見た、サクからわーっと落ちてきた ね、 ね、結構勢いよく降りてきたけどびっくりしちゃった。オードンじゃない、あれ。本当、うん、あ、本当だ、大きいもん、なんか体が。オードンイコールね、うん、大きい体っていう、確かに大きい顔、かわいい。あ、ほらほらほら、あ、すごい、下ってった、スライダースライダー。さっきさ、下ったのゴードンだったんだね。うん、ね、うん、車両に色をつけようって書いてあるね。黄色いボールを投げることで新幹線を黄色く塗っちゃおうってコーナーだね。へー、あ、面白いね、うん、こうやってボールを投げていくことで、うん、車体が黄色くなっていくってことか、うん、あ、こっちはね、プラレールマーケットだね。ここは販売してるコーナーなんだけど、これだけプラレールで楽しんだら最後にさ、プラレール買いたくなっちゃうよね。ここではね、イベント記念商品をね、売ってるの。だから一般には販売しなくて、ここだけしか買えないの。へぇ、そうなんだ。あ、プラレールカフェだって。あ、本当だ、ここだけでしかさ、食べれない商品とかあるのかな。あ、オリジナルメニューみたいなね、うん、でプラレール博ランチっていうのも書いてある。やっぱ売り切れだから人気なんだろうね。だね、うん、今回はね、ちょっとアトラクションゾーンは取れなかったんだけど、そう、アトラクションゾーンには何があったの？あのね、プラレール釣りだったりとか。釣り？乗ろうよプラレールって言って、プラレールに乗れるの。乗れるの？そう、乗りたい、乗りたいよね、乗りたい。でも終わっちゃったよ。もう乗れない。安心してください。ゴールデンウィークはね、東京だったけど、この先他の地方でもね、開催されるから、うん、そこでぜひね、クレちゃんも行ってみてくださいよ。乗りたい。はい、そんなクレちゃんみたいな方はね、タカラトミーのね、公式ホームページを見て、イベントの情報をね、ぜひチェックしてみてください。はい、今日はクレちゃんと一緒にプラレール博 in 東京の模様をお伝えしました。ぜひね、まだ今年もあるみたいですので、タカラトミーの公式ホームページをチェックして遊びに行ってみてください。はい、それではバイバーイ。
チャンネル登録よろしくねー。